はい、じゃあそれでは、統合 TV のコンテンツを作る仕事として、ID 役が発表します。よろしくお願いします。で、まあ流れとしては、最初に自己紹介をして、それから、統合 TV について、話していきます。で、最後に、これは統合 TV とはほとんど関係がないんですけれども、まあ、これからバイトしてみようと考えている人にちょっと向けたお話をしたいと思います。自己紹介です。 ID 役、役アイスです。まあ、適当に好きな名前で呼んでください。で、今、東京海洋大学の4年に、いまして、来年度からは、東京大学の農学生命科学研究科というところに、所属します。で、ここの、TBCS のリサーチアシスタントとしては、去年の6月から在籍していまして、もうそろそろ、9ヶ月とかそのぐらいになります。ツイッターのアイコンはあれです。まあ、ぜひフォローしてください。じゃあ、統合 TV とはというふうにあれなんですけど、ちょっとここで聞きたいんですけども、統合 TV というのを知ってる人どれくらいいますか？知ってる人？分かる人ばっかり。じゃあ実際に何個か見てみて使ってみたという人いますか？ありがとうございます。じゃあ統合 TV とは何ぞやというのは、まず、まあ、見てもらったら分かりやすいんですけれども、統合 TV.dbcs.jp というところにアクセスしてください。そうすると、この後ろのような画面が出てきます。それでは、統合 TV でもなかなか話すのも何なので、まず一つ見てもらいます。よいしょ。これは、JALB を使い倒す配列解析系統樹編ということで、僕が、最近作った動画です。で、この動画は何をやっているかというと、 JALB という、ツールがありまして、これはまあ、ちょっと専門的になるんですけれども、配列、複数の配列を、アライメントといって、まあ、見比べたりとかして、その結果を、この JAL ビューというのにので、分かりやすく表示させるというものです。で、今このように動画で全部流れているんですけれども、 JAL ビューというものの使い方を、まあ、例のデータを、テストデータみたいなものを使って、このように一連の解析をしてみようというのがこの動画の趣旨です。これが、今ちょうど表示されている、マルチプルアライメントの表示です。で、上に、配列の実際のデータ、下に、情報が表示されていると。まあ、こういうのが、統合テレビです。で、これがちょっと5分ほど続きますが、ちょっと長いので省略します。こういうふうに、いろんなことをやって、最終的に、こういう系統樹と呼ばれる、配列の近似性を表すものですね。それを、作ってみましたというのがこの統合 TV というものです。で、まあ、文章で表してみると、統合 TV とは、データベースや解析ツールなどの使い方を動画で配信するサービスです。で、まあ、その他にも、AJAX 講習会、今回は AJAX 講習会の、本号6ですけれども、まあ、他に、DBCS に、携わっている方々が講演したものとか、例えば去年は分子生物学会が12月、11月、その、冬になりましたけれども、そういうものの講演もすべて、この統合 TV というもので公開されています。で、これはもともと、2007年の7月から開始されていまして、現在の動画数は約270ぐらいになっています。で、動画といっても、まあ、ページ自体は、クイックタイムであるとかフラッシュというので、表示されているんですけれども、他にも、iTunes のポッドキャストとか YouTube ニコニコ動画で、見ることができます。なので、まあ、持ってらっしゃる方は持ってらっしゃる iPhone でも、ポッドキャストをダウンロードしてこれで見ることができると。で、統合 TV というのは、全部、まあ、無料といったらおかしいんですけれども、まあ、フリーに公開されているものです。なので自由に、どこでも見ることができます。で、最後に情報が新しいというのは、ちょっと分かりにくいんですけれども、例えばこうツールを解析する本があったとしますね。で、それで、河野さんもいくつかそういうものの本を書かれているんですけれども、まあ、本っていうのは出版された時から、
まあ、だいぶ経ってしまうとだんだん、情報が古くなってしまいますね。で更新も、まあ、改定などの時に、まあ、することができるんですけれども、まあ情報がだんだん古くなってしまうと。で、まあ、後で話すんですけれども、まあ、こういう生物系のデータベースというのは更新が早い、まあ、その生物系自体の発展が早いというのもあるんですけれども、そのデータベースがすぐ、変わってしまうといったことがあるので、まあ、そういうのに、対応するために統合 TV というものがあります。でじゃあ統合 TV は何のためなのか、誰が喜ぶのかみたいな話なんですけれども、まあ大野さんが最初にちょっと話されたように、DBCS の、DBCS は、まあ、生物系の、データベースの統合とか管理とかそういうものを扱っている機関でして、で、その一環として、まあ、広報活動として、このような統合テレビというのを作って配信しています。でじゃあ誰を対象にしているかというと、まあ、学生研究者すべてを対象にしています。で、まあ、解説動画だから、まあ、学生向けだろうという話ではなくて、例えば、助教授助教授といったような上にいる方でも、例えばパソコンをあまり使い慣れていないと、データベースっていうのがあるのは知ってるんだけれども、あんまり使い方がわからないから結局使い切れてないとか、そういったことがあるので、まあ、そういう人たちにもこういう、統合 TV を通してデータベースを使っていただこうというようなことを考えています。で最後に、ウェットとドライの橋渡しというようなことなんですけれども、多分、違うすみません。で、じゃあ、すみません、ウェットとドライって多分分からない方が少しいらっしゃると思うんで解説をするんですけど、解説しますけれども、ウェットっていうのは、まあ、実験系の研究のことで、実際にピペットを持ったり、フラスコを持ったりして、細胞を培養したりだとか、配列を読んだりだとかっていうのが、まあ、ウェットと言われているもの。一方、ドライっていうのは、まあ、計算機科学系な、出てきた配列を、計算、パソコンとかで処理をしたりとか、まあ、実験に関わらない部分がドライですね。で、この2つっていうのは、まあ、なかなか相入れないもので、実験系の人は実験ばかりしてるから、あまり、まあ、パソコンには詳しくないだろうと。で、ドライの方法、の人は、まあ、パソコンには詳しいけれども、まあ、どんな実験がやっているのかとか、どんなデータが出てくるのかというか、まあ、そういうところが、まあ、なかなか、実感しにくいだろうと。でそういうメットとダイの橋渡し的なものをこの統合 TV で、やりたいというようなことがあります。まあ、この話は、後々後でこの2つ後ですね、発表してくださる方がいるのでその方にちょっと、譲りたいと思います。じゃあコンテンツです。実際じゃあ何をやってるのかというと、これはちょっとかっこよく、タグクラウドというものを使って、表示してるんですけれども、動画には一つ一つタグがついています。この動画は何々を対象にしているとか、この動画はどういうツールを使っているとかというのが、一つ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 タグで付けられているので、それを、解析して、文字が大きい方がいっぱいタグがついている、文字が小さいとあまりタグがついていないっていうのを表しています。それでこのタグっていうのは、まあ、一つの動画にいっぱいついていて、まあ、対象としているものもいろいろあるのでちょっと分かりにくいんですけれども、例えばここに、WinXP っていうのがあって、その下に、MacOS 10っていうのがありますね。これは、統合 TV では Windows です。Windows を使った、動画や、Mac を使った動画といったものが、複数あるので、それを表しています。なのでこの場合 Windows の方が Mac よりも、動画数が多いといったことを表しています。で実際にじゃあ何をやっているのかといったものが上の方にちょっとあるんですけれども、塩基配列であったりとか発現情報遺伝子で、それからちょっと動画数が減って可視化アミノ酸文献検索とかいったようなものが、動画として挙げられます。でもう一つちょっと、解析結果なんですけれども、まあ、これは主成分分析といった、まあ、ちょっと分かりにくいですね。でも、簡単に言うと動画がどういう傾向を示しているのかっていうのを表した、です。これも、先ほどと同様に、タグの情報を使用しています。
で、まあ、これから出てきた結果としては、まあ発言情報があったりだとか DBCS の提供サービスがあったりだとか、データの可視化のところがこの緑のところにあったりとか、まあ、こういったものを表しています。よいしょ。でじゃあ、どういうのを対象にしているかといったものなんですけれども、まあ、対象は、ほぼ全てのデータベースであったりとか解析ツールであったりとかです。まあ、ここでは代表に、まあ、いくつか、ロゴを出しているんですけれども、まあ、NCBI、アメリカの方のこういうライフサイエンスのデータベースであるとか、EBI、ヨーロッパの方の、分子生物学の、データベース、あとはパブメドですね、文献論文とかの、データベースのものであるとか、あとはエンボス、ジェプレット、バイオマーク、ケグとか、このようなものすべてを、対象にして動画を作成しています。で、じゃあ実際どういうものがあるのかっていうのをタグをちょっと抜き出してきたんですけれども、さっき一番多かったのはどうですか、ね、配列解析ですかね、配列解析、塩基配列、まあ、そういったような、まあ、実際に出てきたデータを解析するようなコンテンツが、まあ、かなり充実していると。で他にも、分子生物学といっても、まあ、いろんなものがありますよね。本当にデータを読んでくるものから、例えば、遺伝子の疾患などを調べるものとか、あとは、生物種の関係を調べるものとか、それが、タグ情報であったりとか、まあ、そういったものが、タグとして、表示されています。で、今月の人気を唐突に発表するんですけれども、まあ、今月は、統合 TV の使い方、クリエイティブコモンズライセンスの付け方、プライマー3で PCR 用のプライマーを設計といったような動画が、まあ、人気です。で、まあ、例として3番のプライマー3というのを挙げるんですけれども、プライマー3というのは、PCR で、自分の持ってきたい配列を、まあ、いっぱい増やしたいときに、どんな試薬を使えばいいのかっていうのを、まあ計算というかどんな試薬を使えばいいかっていうのをこう見るのに、プライマー3というような、ウェブのツールがあるんですけれども、これの使い方が、なかなか人気のようです。それで、実際に私の作った動画が、12個あります。まあ、ちっちゃくて見にくいんですけども、まあ、あまり見なくて大丈夫です。まあ、8ヶ月、9ヶ月ぐらい、作っているので、まあ、大体1ヶ月に1個か2個ぐらいのペースで作っています。で、まあ、作った動画も結構、幅が広くて、ウェブのツールであるとか、あとは統計解析ソフトの R でいろいろやってみたというような情報も、ものもあります。それで、さっきツイッターの話が出てきたのでちょっとここで宣伝なんですけれども、統合 TV という、ツイッターアカウントがあります。でこれは、統合 TV が更新されたら発言するというようなので、ぜひフォローしてあげてください。じゃあ、次に統合テレビを実際に作ってみましょうということで、ちょっとここで実演をやりたいと思います。で統合テレビはじゃあどうやって作ってるのかというと、まあ主に3つのステップがあります。でまず1つは画面を撮影する。この画面を撮影するという時に、まあ、ウェブの使い方を一通りやってみると、でそれを撮影して、次に、コメントをつけます。まあ、ただのなんか、ウェブを操作してみただけだったら何をやってるのか分かんないので、ここでこういうことをやりましたよ、ここは重要ですよみたいなことを、コメントとしてつけます。で最後に、それをエンコードして実際の画像とか動画として、書き出す、そういったことような流れとなっています。じゃあ実際にちょっと、ここで1個作ってみましょう。Mac では今デスクトップトゥームービーというような、ソフトを使って画面を、録画しています。じゃあ実際に録画開始。じゃあ今回は例として、AJAX17 の選手を使い倒すということで
ってみましょうか。使い直すって言っても見れば分かるんですけれども、例えば、ライフサイエンス統合データベースセンターっていうのは何だろう、ただこういうところに取ると、じゃあ実際にどんな話をするのかなって言ったらここになりますね。今僕はここです。統合データコンテンツを作るでしょう。じゃあどうやって聞きに行けばいいのかなっていうのは、交通アクセスだったりとかセンターの位置っていうのが載っています。まあこんな感じでいいでしょう。で、撮影を止めると実際にまあこんな感じでちょっと撮影させてみましょうか。このような形で、動画が撮影できました。今ちょっと中心にマウスが動いてますね。というような感じです。じゃあこれに実際にコメントをつけてみましょう。じゃあここら辺でよいしょ。これは、AJAX 17ページです。よいしょ。ちょっと黒いですね。色を変えていきましょう。よいしょ。文字を黒い。よいしょ。ちょっと見たことがあるような感じだと思うんですけど、こうやって、キャプションをつけます。で、まあ、大体、よいしょ。すると、こうやって、コメントが実際に載った動画が、作成されます。で、これをまあいくつか繰り返していくことによって、動画を実際に作っていくといったような流れになっています。で、じゃあ、動画ができたといったら最後に、ムービーを作成として、さっきの生の動画のデータと、あとはキャプションのデータ、コメントのついたデータですよね。それを保存します。よいしょ。まあ、これは今、まあ、ライブでこう作ってみるといった感じなんですけれども、この作り方自体も統合テレビにあります。ちゃんと Windows 版と、Mac 版と2つあるので、もし気になる人は、ぜひ、統合テレビの方を見て、実際に作ってみてください。で、ちょっと、エンコーディングに時間がかかるのでちょっと待ちましょう。で、まあ僕が、9ヶ月8ヶ月ぐらいで、まあ、12個作ったというような話なんですけれども、まあ、実際に、かかる時間としては、まあ、僕の場合だと下調べとか、まあ、試行錯誤とかを含めて、まあ、大体こう丸2日3日ぐらいあればある程度一つの動画ができるかなといった感じです。で、他にも動画を作ってらっしゃる方がいて、まあ、その方の場合だと、まあ、1日でパパッと作っちゃ こうすごい方とかもいらっしゃるんですけれども、よし、できましたね。これが、実際に作った動画です。このような形で、これは、AJAX 17のページですというコメントが、ついた動画が出来上がりました。で、これをあとは実際に、ウェブ上、サーバー上に上げて、ウェブに公開すれば、統合テレビの出来上がりということのようなことです。じゃあ、戻りましょう。まあこれが、テレビの作り方の一連の流れです。なので、例えば題材があって、まあ、自分がそれに、まあ、精通しているとか、実際にこれを紹介してみたいという時には、まあ、このような、ものを使えば簡単に、個人でも動画を作ることができる。まあ、別に統合テレビっていうのは、職人の集まりで難しいことをやってるわけではなくて、ただ単に撮影してコメントをつけて、発表してといったような、まあ、至極簡単なことをやっています。
で、DBCS の場合はそれが、生物のデータベースだったりとか、Web2 だったりとかっていうものを対象にしているというようなものだけです。といった感じで、統合テレビの作り方は、大体以上になります。で、次にちょっと話題がそれるんですけれども、これがバイトをしようと考えている人に向けてちょっと話をしようかなと思います。で、まあこういうとこがいいよ、ああいうとこがいいよっていうのは、今までの発表された方でもいろいろ話してくれたんですけれども、まあ僕の場合というのをちょっと例にとって、まあどういう人が実際にこの中でやってるのかなっていうのをちょっと話したいと思います。で、僕の経歴をちょっと簡単に説明すると、まあ僕は今東京海洋大学というところで、勉強してるんですけれども、まあそこではもともとバイオ系ではないんですね。微生物学っていうのをあまりやってなかったです。で、今いる研究室も、統計とか解析系の研究室で、実際に、バイオの、配列を扱ったりとかそういうことは、やってないですけれども、もともとバイオ系にも興味があって、いろいろ個人的に、勉強したりとかそういうことはやっていました。で、じゃあ実際この DBCS とどこで出会ったかというと、つくば R という、R という統計解析のソフトがありまして、それの勉強会が、去年ですね、去年の3月の頭にありまして、その時に、坊野さんが発表されているのを見て、まあ、あこういうことをやっているところがあるんだなというふうに、出会いました。で、それからちょっとしてつくば R のメンバーがぼちぼちこう、実は DBCS でバイトしてるんだみたいな話がありまして、何みたいな感じでこう僕もちょっと気になりまして、まあ、6月に、ここに実際に来て、見学をして、でじゃあ僕も何かできることがあるかなということで、参加しました。でもその時は本当に、まあ、何を実際何をするかとかそういうこともこうあまりわからないのは、突発的に参加してしまったんですけれども、まあそれから9ヶ月ぐらい経つと、まあ、なかなかこの、バイオインフォマティクスという分野は面白いんじゃないかということになって、まあ、今いる大学の研究とは別に、まあここで実際にバイオインフォマティクスといったようなことを、勉強する機会が、機会を得ました。で、まあ、前の方がいろいろここで勉強しましたみたいなことを話したように、まあ実際に動画を作る過程で、じゃあその動画、そのツールは一体何をやっているのかとか、そういう、ツールを使って何が、そのツールを使って、まあ、どんなことをすれば、いいのか、どういうことを紹介すれば、そういうツールを使う人に喜ばれるのかといったことを、ちょっとずつ勉強していって、まあ、今に至ります。でまあ、最終的には、バイオインフォマティクスを、まあ、いいんでちょっとできたらいいなみたいな感じで、今に至ります。で、まあそんな感じで専攻時代は、こういう分子生物学 DBCS でやってるようなこととはちょっと違うんですけれども、まあ僕に何ができるかといったようなことを、まあ、ちょっと模索しながら、今に至ります。でもし、バイトをしたいけれども、僕が本当にここでバイトしていいのかとか、なんかちょっと違うんじゃないかみたいなことを考えている人が、まあ、いるかもしれないんですけれども、まあ、例えば大学の専攻なんていうのも、まあ、一つの、なんていうんですかね、まあ、これを勉強しているというようなものだけであって、別にあなたはそれしか勉強してはいけないというようなものではないですから、もし自分が何か、やる気だとか熱意だとか、あとは興味だとかそういったものを持っていて、じゃあそれを実際にこう DBCS で何か形にできればいいなっていうようなことを、もし考えたならば、まあ、ぜひここでバイトをしてみると、実際に、何か得るものがあるというふうに思っています。なのでまずはとりあえず、何をしているのか、ここで何をしているのかっていうものを、調べてみて、あとは実際にこの中の人と喋ってみて、じゃあ自分は何か貢献できるかなっていったことを考えてもらえればいいと思います。最後のまとめです。
まあ、なかなかとこう脈絡のない話をしてしまったんですけれども、まあ、最終的には言いたいことは、まあ、東宝テレビを覚えて帰ってねと。で、できれば帰って東宝テレビっていうのを、まあ、一通り見てみて、何か面白いのがないかなっていうのを探してみてください。配列とかそういう分子生物学系以外のものもいっぱいあります。で、講演もありますから、その講演を聞いて、まあ、何をやってるのかなっていうのを、知ってもらえればいいと思います。で、興味ある人はぜひ一緒にやりましょう。それで、まあ、悩んでる、ちょっとね、最初は勇気がいると思うんですけれども、まあ、気軽に声をかけてください。もしリアルで声が かけづらかったら、Twitter でもいいので、ぜひなんか、聞いてください。 ID は、ヤグアイス YAG_AYS です。といったことで、僕の発表を終了したいと思います。どうもありがとうございました。